カーリング沼へようこそ。ようこそ。こんばんは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 。おはようございます。ございます。こんばんは。いやはや。いやはや。始まりましたね。始まりました。うん、岩永さんの心拍数が気になりますね。本当に本当にだいぶ高いんじゃないでしょうか。はい、ようこそ。カホちゃんちですか。そうそう。自分も沼にハマってる。逆に音声確認できたっていうことで確かに良かったなって思いますけど。はい。ということでね、はい、一昨日ね、カーリング沼最終回を迎えたんですけれども、早くも諸事情により復活してきました。嬉しいですね。嬉しい諸事情により。嬉しい諸事情ですね、本当に。はい、まあ、いろいろとね、話し始めたらね、もう止まらなくなっちゃうんでね、最初に忘れないうちに自己紹介していきたいと思います。はい。はい、出場者紹介ですね。まず、画面左上からいきます。JCA アスリート委員で、現在フォルティウスで活躍中、バンクーバーオリンピック日本代表としても活躍されてました、大宮アンナ選手になります。はい、こんばんは。よろしくお願いします。いや、最近どうしてました、この数日。もう、どっぷりカーリングに使ってました。はい、もう男子のカーリングも女子のカーリングも両方見たいので、もう忙しいですね。皆さんと一緒です。はい。うん、そうね。本当カーリング長い試合多いから、もう本当にハマりだすとやばいっていう、うん、みんなやばみを感じてるところだと思いますけど、はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして時計回りいきます。現在 TM 軽井沢で日本の男子カーリングを牽引しているピョンチャンオリンピック日本代表でもありました。諸角浩介選手です。諸角浩介です。よろしくお願いします。いいね。今日は不測の事態に備えて後ろに作戦版も出してもらって、もしかしたらアナログでね、補足が入る。パソコンより早いです。手動だと。そうね。うん。間違いない。はい。ありがとうございます。で、続きましてですね、時計回りに行きます。ソチオリンピック日本代表で現在フォルティウスのサードとして活躍の小野寺佳穂さんです。はい、小野寺佳穂です。よろしくお願いします。どうも。ちょっと今日部屋が狭くてごめんね。部屋が狭くてちょっとこの幅がね、これぐらいでちょうどいいです。はい、収まってればいいです、はい、顔面が。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、前回出場の大好評でもうもっとね喋らせてくれコアナさんにっていうね、もう熱いねチャットメッセージをね受けましてね、今回もね急遽外出先なんですけれどね呼ばせていただきました。富士急のコアナ通り選手です。どうもコアナです。よろしくお願いします。よなんか明日珍しいラジオ放送の解説をされるっていうお話で、できるんでしょうか。ねえ、ラジオってすごい。カーリングの盤面どうやって口で説明するのかとか、あれがこの石がとか言ってもダメだからね。ねえ、確かに。うん、堀ちゃんならできるでしょう。頑張ります、うん、はい、よろしくお願いします。でですね、最後私 JCA マーケティング委員を務めさせておりまして、YouTube 配信ですとか、SNS での発信ですとか主に担当しております岩永と申します。今日もよろしくお願いします。よっ、おはようございます。おはようございます。そう、実はですね、アメリカのシカゴに駐在中でして、仕事の都合で、ちょっと時差ありの中でね、やってて、コアなカーリングファンの方はね、起きられんのか、今日は30分早めたけどっていうね、心配の声も上がってたんですけどね、なんと目覚ましなしで起きるという、
大丈夫ですか、むしろバイオリズムがおかしくなってる。今のこっちは、うん、こっち今ね朝の4時半です。わあら、はい、あらまだ夜ですね。はい、というわけでね、はい、そんなことでね、はい、やっていきたいと思います。でね、もう結果の話もしたいんで、もうこっちの方の説明ね読み上げますけど、まず今日はですね、準決勝スイス戦振り返りっていうことで、スイス戦の結果はもちろんのこと、まあちょっとね、普段のテレビ放映なんかだとなかなか時間止めてね見られないんで、ここ本当はどうなってたのみたいな作戦のね深いところなんかも含めて、お話がねできたらと思います。で、続いてね、今回は CCIC ですね、チナミカーリングインフォメーションセンターってことでですね、北京からね、本当にすごいです。吉田ちなみさんからのね撮れたてのあのね様子、映像じゃないや、画像がねとか写真が送られてきてますんでね、ちょっと紹介したいと思います。で、イギリス戦の予習も少ししまして、それで終わりというような形でですね、女子のね3位決定戦が21時5分からスタートだと思うんで、その前にはねきっちり終われるようにねしたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、というわけでもうね、視聴者数が4200人ということで、ほぼ最高記録の倍ぐらいをね到達しているんですけれども、はい、すごい期待してもらってね。カーリングの盛り上がり、どうですか。あのこっち私日本のテレビとか見られないんで、ちょっと感じにくいところあるんですけど、すんごいですよ。もうすんごいですか。テレビつけたらぐらいの勢いです。あ、確かに、うん、ただ残念ながらね、俺自粛中なんで、あの人に言われるとかないんですけど、あのね、まん延防止とかあるんでね、本当に言われるとかないんですけど、でも本当にテレビつけると、またカーリングやってるみたいな、何人いるんだろうなみたいな、ね、うん、知ってる声がテレビからピューンって飛んでくるって感じ、ね、あれ、うん、すごいです、すごいね、本当に。でですね、なんでそんなにすごくなってるのかっていうところを画面で右側もう出してますけど、もう皆さんご存知、準決勝スイス戦最終スコア8対6勝ちました、これでですね決勝進出、銀メダルかもう金メダルっていうことでね、日本カーリング史、アジアカーリング史に残る、記録。ピョンチャンの時に韓国銀取りましたけど、日本としては多分世界選手権およびオリンピックと名のつくものでの最高成績は2016年の世界選手権女子銀だとか、あるいは1999年の世界ジュニア銀とか、まあそういうのはあるんですけれども、本当に世界の頂点に立つ最後の舞台に、しかもオリンピックで、もうこれだけカーリングのレベルが上がってる中でたどり着くっていうの本当すごいですよね、このあたりアンナさんどうですか。いや、そうですね、本当にもうずっと言ってきたと思うんですけど、どこが勝ってもおかしくないくらいの強豪揃いの大会なので、本当にもう、 こう流れを掴んだチームが勝つと思ってたんですけど、それがもう日本だっていうことで、しかも前回のオリンピックに引き続き2大会でこうメダルゲームを戦うっていうのはもうすごいとしか言いようがないですよね。本当に。コウなんかはさ、まあ、もちろん女子と男子の違いはあるんだけどさ、はい、女子でこの決勝オリンピックの舞台に上がるっていうことに対しての、まあ、印象っていうか思ってることってどんな感じですか。いや、もう昨日からずっと思ってたんですけど、10年前だったら考えられない、勝ったね負けたねとかって言ってぐらいの感じで、あ、カナダに勝ったすごいみたいな、こんなに現実的に決勝トーナメントに上がるどうのこうのっていう最終日まで決めることもなかったし、さらに準決勝であんなに、もう昨日も興奮してめちゃくちゃツイートしちゃったんですけど、してたねっていう感じですね、本当に。確かに女子はね、ずっと長野オリンピックから出場を継続してて、
まあ5位から8位ぐらいのね間の中にはね大体収まっててるんだけど、今回の大会見ても本当にあと1勝すれば決勝トーナメント行けたっていうチームまで含めたったらほぼ8チームぐらいになっちゃう中で、本当にこの上4に入って決勝行けるチームとあとちょっとだったねのところには結構本当に差があったと思うんだけど、一勝にしか見えないけどそこを超えてこっち側にいるっていうのは本当にすごいですよね。カホさんもどうですか？いやそれこそもうアンナちゃんとちょっと被っちゃうんですけど、もう最悪だと一勝もできないか、もしくはもう金メダル取るかみたいな、それぐらいのもうハイレベルなこのオリンピックで、もうしっかりとこう勝ち上がってなおかつ決勝まで行くっていうのは本当にもうすごいことですし、彼女たちのこうやってきたことがしっかりとこう形になって残ってるのが本当に素晴らしいなっていうふうに思います。ね、本当にもちろん今日本代表で出てるねロコ・ソラーレチーム藤沢もすごいし、でもやっぱりそこを支えてきたね日本カーリング全般のね強豪チームっていうところも含めてね本当にレベルが上がってる中でとかなと思います。で、トーリさんは本当にこの10年間で世界の女子カーリングのレベルってどんな風に上がってきたっていう風に見てますか？上がってきたって言っちゃったら上がってきたっていうしかないかもしれないけど、どんな風な変化があったと思います？感じてますか？まずこう先輩たちがこういろんな先輩たちが開拓してくれてきたところに、もう私は世代的に入れてもらった感じなんですけれども、それもかなり上がっていってたなっていう印象があったんですけど、もう今の日本代表はさらにそれをこうさらにその先をどんどん開拓していっている感じで、なんかなんていうんですかね、ずっとみんなパイオニアみたいな感じでちゃんとこうどんどん前に進んでいってますよね。そうだね、前に進め続けるっていうのは結構大変なことだと思うんですけれど、前に進み続けてる。そうですね、だってもうさ前に進むって銀メダルと金メダルしかなかったじゃない、ある意味においてうん、うん、本当にプレッシャーだったと思う。だって4位で終わっても予選リーグ行けなくてもやっぱり一歩後退しちゃったのかなっていう風な印象をね与えられかね、与えかねないところで本当にこの激戦の中で結果として残して、これも前に進んだとしか言いようがない状態、もうすごくこの先4年間にねカーリング日本のカーリング全体にね期待を持たせられるようなねそういう結果出して本当にねすごいなって思ってます。はい、ね、もうほぼなんか最終回の締めみたいなことをなぜか今言っちゃってるんですけどはい、また続きます。配信はい、お願いします。ね、ラインスコアを見ていきたいと思います。右側に出ているので、スイスチームが予選リーグを1位で通過で、日本は4位通過でしたので、この準決勝においては、まず第1エンドの後攻の権利はスイスから始まるってことになりました。なのでスイスにいかに1点を取らせて後攻の権利をまず持ち帰るというか奪い返すかっていうところがまず一つこの試合で絶対に一番最初にやらなきゃいけないことだったんですね。後攻の権利を取るまでに何失点で防げるかってところがポイントでした。で、第1エンドの入りはブランクという形でかなり無難にしっかりやることができました。で、第2エンドこの1点を取らせるっていうことに成功したんですね。で、ここがまず本当に第一関門突破っていう感じだったのかなと思います。で、その後第3エンド1得点、第4エンドは1点取らせる形になって、で、第5エンド大量4得点、ここがすごく大きくてですね、で、さらにはその次も気が抜けないとこだったんですけど、結果として1得点スチールを上げました。で、7エンド鬼門だったんですけれども3得点で、まあ、抑えて取られてくらいのところで、ただ、8エンド目になった時点で1点アップの状況で後攻を取り返していたので、残りのエンド数を考えると非常に有利な状況でした。
で8エンド相手のチームうまかったんですけど、まず1点を上げることができて2点アップ後攻で残り2エンドというかなり理想的な形で迎えることができました。で9エンド目は本当にしっかり振り返っていきたいと思うんですけれども、うん、日本中が本当に血の気が引いた瞬間があったと思うんですけれども、うん、そこでね本当にいいショットをチームで決めて、うん、マジさっちゃんマジさっちゃんみたいなそういうツイートで溢れたそんなエンドだったと思います、うん、で10エンド目に本当に恐ろしい吉田優利か、うん、スーパーショットが火を吹きまして、うん、で最終的には本当にドキドキするラスト1投ドローを決めて、で8対6で勝った歴史的な勝利を挙げたっていう、まあ、そういう試合展開でした、うん、はい、はい、というわけでね、それぞれの場面をね振り返っていきたいと思いますけれども、はい、まず全体のところとしてですね、カーリング沼に聞いてみようっていう形で、うん、視聴者の方、フォロワーさんの方から、質問というかコメントいただいてます。18日のスイス戦では、まあ、準決勝ですね、ティリンゾーニ選手が3エンド目ぐらいからずっと終始渋い表情をしています、うん、で昨日の日本のパフォーマンスは前日とそんなに違ってたんでしょうか、何が違って見えたのでしょうかっていうことでですね、まあ、まず一つ、まあ、スイスに対して日本がすごくいい雰囲気でできていたっていうこともありますし、うん、ちょうど前の日に予選リーグ の, あの最終戦であんまりいい形で負けたとは言えないというか、うん、結構点差的には苦しい試合で、まあ、なかなか勝てそうにない感じで終わってしまった中で、この試合はすごく勢いが違った、なんか戦い方とか変えてきたのかなっていうところで、まあ、何があるのかなっていうところなんですけれども、まずアンナさん、はい、このスイスのチームちょっとなんか雰囲気苦しそうでしたよね、うん、なんか初めからですかね、うん、そうですね、もともと結構クールな、こうなんていうんですか、雰囲気というかプレースタイルのチームではあるんですけれど、なんですかね、やっぱり、まあ、2試合連続で同じ相手と当たるっていうのもやっぱちょっと気になるところはあったと思うんですよね、まあ、前日すごいいい形で勝っていたけれども、その日本代表の元の実力っていうのももちろん知ってるわけですから、次の日どんな感じで来るかっていう、そういった怖さも少しは感じてたんじゃないかなと思って、特にその出だしでもう1点フォースさせられたっていうところから、あのロコはすごくいいこう波に乗り始めてたのがすごく雰囲気でも分かったので、なんかそれをスイスもすごく感じてたんじゃないかなっていうふうに思いながら見てました、うん、やっぱりあれですね、2回やって2回必ず勝てるチームではないっていう印象はきっとあるじゃないですか、うん、本当に実力は伯仲してるので、うん、で当然1回目勝ったらその勝ち方に対して何かしらの対策を立てて、当然そこを修正した上で来るので絶対同じようにはいかないっていう、うん、多分緊張感があるし、でこのオリンピックのレギュレーションのすごくトリッキーなところは、1位で抜けても4位で抜けても準決勝は勝ったらもうそれで勝つ負けで、うん、何も後に持ち越せるものがないっていうことで、うん、ここが、ね、やっぱ追ってる側の日本にすごくある意味心理的なアドバンテージがあったのかなと思いますけど、うん、戦い方っていう意味ではちょっとコウスケさんに聞いてみたいんですけれども、まあ、前回の予選リーグで当たった時の試合のスタイルと今回 の, あの日本代表の準決勝での戦い方って、まあ、もちろんねスコアが違うと戦い方変わってきちゃうっていうのはあるから、まあ、そこの部分はあると思うんですけど、何かコウスケさん見ている中で違いって感じましたか？やっぱりこの決勝トーナメントに上がると硬いチーム、作戦的にこうリスクを減らしていくチームっていうのが多いんですけど、うんうん、それと同じで多分どちらもそうだったと思うんですけど、うん、まずリスクをしっかりと排除する、その上でチャンスが来たらしっかりと決め切るっていう作戦を取って、でその中でショット率が良かったからこうなったのかなっていうふうには感じましたね、うんうん、やっぱりあの本当に負けたら終わりの展開なんで、まあリスクはもう当然必要なのは取るとは思うんですけれども、うん、少しね、まあ、セーフティーサイドにある種勝負どころをあんまり早めに持ってこずに、
展開していくっていうことは、まあ、両チームありえるんですけど、でも勝負引っ張れば引っ張るほど、なんでしょう、その本当にどっちが勝つか分からなくなっていく、で上位、ね、上位進出してるチームほど逆にプレッシャー感じやすくなっちゃうかもしれない、失うものが大きいような気がするんで、そんなところがね、もしかしたら心理的に効いてきて、なので序盤ね、相当ロースコアで最初 3,4 エンドこなせたっていう時点で、かかってるプレッシャーっていうのはもしかしたら日本チームよりもスイスチームの方に大きかったのかなというふうにね、ちょっと私は感じましたけど、はい、そんなところで、手中でね、その5エンド目に4点が転がり込んできたので、ここの点差がつくとやっぱり氷の状況とかかなりなかなかトリッキーなところもある中で、点差がつくと少しやりやすいところとか出てくると思うんですけど、カホさんにお伺いしたいんですけれども、やっぱりこのなかなかね、氷を読むことも石の特徴をつかむことも難しい中で、点数をもう3点先行するっていうところとして楽になる部分ってありますかね。そうですね、それこそもう分かりきってるアイスだと自分たちがこうどんどん投げやすいんですけど、こう難しいアイスに対応しながらこういいところに置いていくっていうのがすごく難しいので、と先にアップしてしまうと、まあ、テイクアウトショットを投げることが多くなると思うんですけど、まあ、難しいアイスに対してだと、ドローショットするよりはテイクアウトの方がどちらかというとこう投げやすさはあるので、なのでこの日本の5エンド目の4点しっかりこう取るっていうのはすごくこう後半にかけていい流れを作れたんじゃないかなというふうに思います、そうですね、チームとしてもすごく作りやすくなる、その後ね、ショットの面でも楽にしてくれるっていうね、そういう形だったんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。でショット率の方を今出しています。で見ていきたいと思うんですけれども、日本のスキップ藤沢選手から 89%、 吉田知那美選手 81%、 鈴木優美選手 85%、 吉田夕梨花選手 99% って書いてあって、もう多分この配信してて言うの何度目かなって思うんですけど、99ってもう本当に一度もミスしてないですよね、これ。うん、3点が1回ですよね、99だね。でも3点ってことは大体決まってますしね、そう、ほんのちょっとずれた完成度が、まあ完成度100というよりはまあちょっとだけ言った指示と違うかなみたいなニュアンスが違うショットが1個あっただけで、他は全部、しかもですね、その指示も難しいのいっぱいあったと思うんですよ。ウィックって呼ばれるガードをずらすショットだったりとか、そこまで全部含める中でのこの準決勝での99っていうのは本当に世界カーリング史上最高のパフォーマンスかもしれないですね、これは。うん、そうですね。そしてそれまでこう予選の戦いではそのシートの石をやっぱこう、特徴のある石がこうね、こう回ってくる中でリードが投げて、それでいても 90% 超えるっていう試合を連発していた中で、今度多分プレーオフでいい石を使えるようになったかな、多分、ってなった時に、もうそしたらより完璧なところに置けるみたいな、もうね、お手本みたいなリードですね、そうなんです。世界選手権ですとかオリンピックみたいなビッグイベントですと、準決勝になってくると4シートあるうちの使ってるシート2シートだけになるので、準決勝の場合はおそらくなんですけれども、まあ、2シート A、B、C、D ってある中で A と B の、例えばその中から好きなハットをコンビネーションで持ってきていいっていうことなので、予選リーグで使っててこの石やばいなっていう石をだいたいリードに回して処理してたと思うんですけれども、本当に16個ある中から組み合わせのいい8個だけを選んで使えるんで、リードにもようやく石いい石が回ってくるっていう、そういう試合になったと思うんで、本当にパフォーマンスもその点不安なくバリバリにいけるっていうね、そういうところになってると思います。でもう一つ本当にこの試合、この大会通じて素晴らしいショット成功率を見せつつも、この試合でも本当頼りになったのが藤沢さつき選手の 89% だと思うんですけれども、ちょっと通りさんにお伺いしたいんですけど、
スキップでこの舞台であんだけ複雑なことをやって89っていう数字はこれは本当に相当ですよね。そうですね、もうなんか89っていうと大体決まってますもんね。いや本当にやってる側としてはもう全部決めたぐらいの記憶しか残んないぐらいで89ですよね。で、ダブルとか結構混ざってましたもんね。多分予選の最終戦は結構得意なショットもちょっと決まらなかったりして、こうなんていうんですかね、調子に乗れなかったところがあったと思うんですけど、この試合準決勝は4点のショットもそうでしたけど、得意なショットで点をたくさん取って調子も上がり、その後もどんどん調子をキープしてたんで、もうあれは素晴らしかったですね。そう、やっぱりそこでさっきの石のセレクションのところと合わせて考えるとちょっと感じるのが、やっぱりいい石を使ってるんで、その石の癖をあんまり気にせず氷の癖だけに集中できる。ショットが例えばミスった時に石がおかしかったのか氷がおかしかったのか迷うと分かんなくなるじゃないですか。まあ、石は絶対いいはずだと思えれば氷をきっちり読めるようになる。で、氷の読みに自信があると、あの最後のスキップショットも自信持って投げれるっていうことで、本当に実力を発揮しやすいくなってるっていうのが決勝トーナメントの一つの特徴だと思うんで、そういった中でね、本当に藤澤五月選手が本来決められるポテンシャルのもう全てを決めきるみたいな、そういったパフォーマンスになってて本当素晴らしいなっていうふうに思ってます。じゃあスイス見ていきたいと思うんですけれども、まあ、アリーナ・ペッツ選手から上から順番に読んでいきますけど、まあ、74、75、95、81という形で、まあ、74、75って、まあ、前半は結構ミスが続いたなっていうところを思うと、最終的にはかなり上げてまとめてきたなっていうところもありますし、セカンドもこの 95% ってもうそんなに出てくる数字ではないので素晴らしいんですけれども、それでも本当にフロントエンドのリードセカンドの出来のあたりから結構形として押してる場面非常に多かったかなって思いますね。アンナ選手、このスイスのパフォーマンス全体を通して、はい、まあ、どんな形に移りました？そうですね、普段だったらもうちょっとバシバシ決めてくるイメージだったのが、なんかちょっとずつちょっとずつずれてるっていう感じだったのかなと思って、あとは投げは良かったんだけれども、まあ、コールとスイープのコンビネーションの部分でちょっとしたエラーが起こる場面があったりだとか、なんかちょっと調子に乗れてないなみたいなこう雰囲気は出てたのかなって感じました。なるほど、確かに、はい。というわけでショット率全体見ていくとですね、まあ、日本の方にかなりブガーパフォーマンスが良かった。特にですね、やっぱりスキップで 15% 15ポイントと差がつくとかなりゲームの結果にも影響してくるんで、かなりねこの試合に関してはスキップのショットっていうところでも差をつけられたっていうのは本当にすごかった、フォースのところですねかなと思います。はい。でですね、まあ、ちょっと全体としては押してるところはあったんですけれども、ここから先はところどころポイントとなる場面をですねピックアップして見ていきたいと思います。どの場面をピックアップするかは、ほぼ諸角浩介選手チョイスになります。試合が終わった瞬間に携帯開いたらなんかもう LINE が30個とか40個来ててメッセージがこの浩介のところに画像がねもうこれでこの場面がここでって言ってそうやってねやってもらってて本当にありがたいです。はい、ということでですね、まずねナイスプレーというかマジで危なかったところなんですけれども、第3エンド1点取った場面1点をセーブした場面、これがですね本当にねカーリング見てる分かってる人は特に肝をね冷やした場面なんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと作戦場をね右側にね出してね見ていきたいと思います。ですね、もうスキップラストストーン、日本は後攻を持っているのでもう最後1点取るだけなんですけれども、相手のカウンターストーンがナンバーワン、ツー、スリー持たれている状態なので、まあ、本当に最悪3点スチールされる可能性がある。まあ、ただ、真ん中に寄せて点を取っていく道はあるので、まあ、ドローするなりテイクをするなりして、点を取ればいいっていう場面でした。でですね、選択したのはですね、やはりドローのラインだと、まあ、右から
行くにしても、まあ、この辺りのガードが気になりますし、左から行くにしても、まあ、相手のハウスの中の石に、まあ、引っ掛けてしまう可能性があって、引っ掛けると3点スチールされてしまうので、まあ、一つある意味無難な策として、このナンバーワンのストーンを内側から少し曲げて当ててコツンと真ん中に打つっていう、まあ、そういうショットを狙ったということになるんですけれども、うん、コウスケ選手、このあたりどこがポイントだったんですかね、このショットの難しさ、および投げた後に何がやばかったのか、何がまずそうだったのかっていうところを説明してほしいんですけど。難しさは多分このちょっとだけ狭いところ、コーフットっていうんですけど、このまさに今線がある、うん、青い線があるところですね。この辺りってあまりドローとかで使わないところで、曲がるのか曲がらないのか、うん、滑るのか滑らないのかがちょっと分かりにくい場所だと、うん、いうことで、ただもうそこしかドローだったりすると結構難しいので、そこしか投げるところなかったんですけど、ナンバーワンをしっかり当てて残せば1点取れるということで投げていったんですけど、うん、思ったより早く曲がってしまっていたので、違うんじゃないか、曲がんなかったじゃないか、曲がんなかったんだ、そう、こっちから狙ってますよね、そう、うん、そう、内側から狙ってもう薄く当てて後ろの石を使って残さないと2点取られてしまうということで、ちなみ、うん、吉田知那美選手がすぐにイエスイエスって言って、こう曲げない方にシフトして、うん、B プランってやつですよね。で、ダブルテイクのような形で後ろの12時方向のストーンに地玉を当てるようにして、1個目、そうですね、3時方向のストーンには薄く当てて、12時方向のストーンに、ピタッと当てるようにして、なんとか1点取ったっていう、この本当に2点取られそうだったところだったんですけど、そのナイス判断、ナイスコールとナイススイープで、なんとか1点もぎ取ったっていうようなショットでしたね。はい、ありがとうございます。そうなんですよね、ここはですね、まあ、内側から狙うんですけど、曲がんなかったら、まあ、もちろんスルーしてしまう可能性もゼロではないんですけど、まあ、当たったとしてもですね、この黄色への当て位置が薄いと、この当てた黄色が出てくるのはいいんですけど、この赤の手玉もハウスの外に転がって出てってしまう可能性があるので、本来であれば、まあ、なるべく厚く当てないといけないというところがあると。ただなるべく厚く当てようとしても、それに十分なぐらい曲がってきてくれるかどうかっていう保証がなくて、でおそらくですね、吉田知那美選手はもう曲がる方を待っていても十分に厚く当てることができないっていう判断をして、あえて曲げないイエスを選択した瞬間があったと。でそれによって何が起こったかっていうと、この黄色にめちゃめちゃ薄く当てるとこの黄色は飛んでいきます。でこの後ろの黄色に流れるキャッチャーのような形になって、結果的に赤がポチョッと出てきてナンバーワンを確保することができたということで、うん、このショットはですね、もう少しでも薄く当てるとスルーしてっちゃう、もう少しでも厚く当てると逆にこの黄色にキャッチしてもらえずにこっちに流れていって2点スチールされてしまうっていう、本当にヒヤヒヤなところだったんですけど、間一髪の、まあ、コールも良かったとは思うんですけれども、うん、まあ、曲がり具合のね、若干の運もあったと思うんですね、この、うん、もうちょっと曲がっちゃってたら中途半端になっちゃってたし、うんうん、本当にちょうどいい曲がり加減でなんとか後ろキャッチしてくれる形になったの でこれで1点をセーブできて1対1で、3エンドを折り返せたっていうか、切り抜けることができたっていうことで、ここのショットが本当に準決勝負けたらおしまいの試合の中で本当にフォアアップねーってよかったっていう、うん、そういう感じでしたよね。本当ですね。なんかこの試合通してサイドに向かう時の展開がこうちょっと曲がりすぎちゃうとか思ったより曲がんないっていう、そのこう境目みたいなのにちょっとお互いに苦戦したところがあったなと思って、なんかトリちゃんとかあったらよくこう幅取るのとかにちょっとこう悩む時とかあると思うんだけど、このセンターラインをまたぐかまたがないかのラインとかってどう、なんかこうイメージ。いやね、この点を取るところではできればあれですよね、使いたくないですよね。例えばこっちでもいいよっていうショットがあるときはいいと思うんですけど、このショットってほとんどない。ない。これは切り替えがすごい良かったんで、まああったんですけど、実は B プランがあったんですけど、狙う時点ではほぼ B がないというか、いや B ショットでもちょっと難しい。B 狙うには細すぎる。細すぎる。
あれは投げてからはもうコールできない薄さなので、ちなみちゃんのナイスコールでしたね。そうだね、うん、投げるときに A と B あるけど、A プランと B プランの間にゼロ点ショットみたいな罰があるときがあるじゃない、うん、A の隣に B があればさ、ちょっとずれで B になってもいいやって言って少し幅があるんだけどさ、うん、この A に行くのか B に行くのか中途半端だとミスになるっていうときは本当にコールしてるサードに多分ジャッジが必要で、うん、ここはそれがハマってあの B の方に切り替えられて100点満点のショットになったっていうことで、本当に隠れたナイスプレーだったかなって思います、うん、ウェイトジャッジも良かったですよね。そうですね、うん、あ、それも大事、うんうん、あれ早いって分かってなかったら多分あれ狙えなかったと思う、うんうん、ウェイトジャッジって普通ドローの時に何番に止まるかっていうような位置を意識して使われる言葉だったりすると思うんですけど、通り選手的にはやっぱりテイクアウトにおいてもやっぱウェイトジャッジってすごい大事になってくるんですかね。いや大事ですね、特にこういうセンターライン多分これ高いんだと思うんですね、こうやってなってて、うん、これを超えるか超えないかで全然軌道が違うっていうショットの時にちょっとでも早いとこうツーって走っちゃって、ちょっとでも遅いと超えるのが早すぎてものすごい早く曲がっていってしまうっていう、うんうん、こういうショットの時はもう本当に半秒、もっと細かい単位でジャッジしてますかね、うん、日本代表は、うん、ちょっと非常に大事です、うん、すごくテイクアウトって当てて出すっていう風な言われ方しますけど、本当に氷の曲がりがどれぐらいかっていうところはその石を投げる速さですごくセンシティブで、うん、試合見てるとですね、テイクアウトショットのそのカーリングのシートにあるホグラインとホグラインの間のスプリットタイム、うん、通過タイムでだいたいそのテイクの速さっていう感じをね、表現することが多いんですけども、うん、9秒、9前半、9後半、10前半、10後半、11前半、11後半、12ぐらいで本当にソフトテイクアウト、それ以上は8秒、7半、7みたいな感じで、うん、今の日本代表のチームはテイクアウトのウェイト本当に8種類9種類ぐらい使い分けたり、少なくともジャッジして伝えているっていうことで、ノーマルとかちょっとないとかそういうことじゃなくて、本当に具体的な数字も含めてコミュニケーションを取ってる、そこがあるからこそ曲がり始め、あえもしか曲がらないかっていう、そこは本当に丁寧にジャッジできてるなって思いますね。はい、ありがとうございます。というわけでここの3エンドはね、1点取っただけって言ってスコアシート上振り返ると、まあ、そんなに、インパクトとしてはあの、うん、見落としがちなところだとは思うんですけれども、実は結構ポイントだったんじゃないかっていうところでした、うん、はい、で続いてですね、場面は変わりまして2つ目の、ポイントとして挙げていただいたのは、6エンド目スチールした場面っていうことでした、うんうん、ということでここのところを、作戦盤並べてます今なので、ちょっと康介選手に、あ、康介選手忙しいから、はい、加穂さんに聞いていい、はい、ここの5エンド目、はい、あれ俺絶対5エンド目やりたいよね。5エンド目飛ばしちゃった。これ5エンド目、そうですね、5エンド目やんなきゃダメだよなこれ。5エンド目欲しいって。5エンド目でもニュースでみんな見てるからいいんじゃないですか。めっちゃクロート目線の振り返りだなって思いました。5飛ばすのは確かに分かりやすいからもういいかみたいな。うん、5エンド目はあ、5エンド目は割と確かにコーナーに行って最後サクッと あればあのサクッとタッタンの1投目は結構そうかって思いました。これね、なんかあ見えない、うん、ポスケ、うん、ポスケ出してくれる、反転しちゃうのかな、合ってるよね、合ってるね、合ってる合ってる、うん、うん、で画像見ればいいんだね、うん、うん、何点何投目が見たいです。さつき藤沢の1個前1投目、うん、さつき藤沢の1投目、この時に1発、うん、運動だともうちょっと
上に上げてもらったら見えるか。あ、確かに。こっち打ってもいいじゃんね。うん。うんうん。うんうん、いい感じだよ。はい、もう一個しない？ないか。T 翼に行かったっけ？ T 翼にもう一個ある気するね。うん。T 翼あるのか？黄色。相手の石があった気がする。アクイト、アクイト。うん。そしてそれを出すかどうか一旦見てたよね、検討してたよね。そうそうそう、ね、最初そっち見たのか。うん。ナバツかな、うん。最後打った石だよね。これってことだね。あ、違う、もうちょいこっちか。そう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 。だね。うん、そうだね。もうちょっと上じゃなかったっけ？もうちょっと上じゃなかったっけ？もうちょっと、あの、入ってた。うん。フルエイトぐらい。フルエイト。うんうんうん。そんな気がする。うん。今画面にもね、出しました。うん。あ、出た。追いついてきた。うん、落ちてきた。オッケー。それそれ、それ見ながら、じゃあ俺は。オッケーオッケー。で、ここで日本が、まあ、ナンバーワンを持ってる状態だったんだよね。コーナーガードって何色だったっけ？そうそうそう、コーナーガード赤か。赤です。コーナーガードがあって、うんうん。で、ナンバーワンは持ってる状態だったんだけど、ナンバーワンとナンバースリーが、まあ、ダブルぐらいできそうなぐらい、やや嫌な感じの位置だったんだよね。うん。うん、だからこの嫌な感じ感が伝わらねえな。もう一個赤が、ん？これなんだ？なんとも。そんな感じかな、こんな感じかな。ちょっとずれてた感じ。うんうんうん。うん。はい。で、このまま放っとくとすごい赤からやられてナンバーワン取られて、さらに後ろをなんかまとめて何2個ぐらい行かれそうな感じだったんで、うん、あえてここでですね、藤澤五月選手の1投目でですね。この後ろの黄色の方に行くとかドローしに行ってもナンバーワンツー取れるんですけど、それを例えば仮にやってしまうと、本当にせっかくいい位置に持ってたワンを取られてセンターに転がり込んで取られる、でスチールされてしまうとかいう可能性もあったんで、ここをあえてドローでワンツー取り行かずに、ここの黄色をダブルテイクアウトして、さらにこの赤をここに留めることによってハウスに入れるプレッシャーもかけながら、うんうん、そのガードにもしていくっていうような、まあ、ショットだったのかなと思います。うん、ハウスに入んなかったんだっけ、結局。入ってたよね。入ってました。うん、で、結果的に成功させて、で、こんな感じだったのかな。ワン、スリー、フォーになったんですね、確か。そう、そう。うん、なんか一個多い。1個後ろが多いですね。ごめん、俺が変なとこに1個置いてました。うん。だから多分これが正解。うん。正解というか、まあ、うん。もうちょい近いのかな。なんかこんな感じだ。うん。うん、もうちょっと前だった。はい。うんうん。いやー、これ、まあ、投げづらいよね、スイス。うん。スイス投げづらい。めちゃめちゃ。どこ行くって。うん。そう。しかもワン持たれてるしね。うん、投げるなら T 翼よりは T 前の方が、うん、だけどその手前のね、はい、ナンバー3が効いていて、うん、うん、そうですね。じゃあちょっと状況を整理すると、うん、スイスは先行のラスト1投、うん、で1-3ナンバー2ストーンしか持っていないっていうような、まあ、状況だったんですね。でここでまあガードするかドローするかテイクアウトするかっていう選択肢があると思うんですけど、うん、まずテイクするもほぼないですよね。で1個は出せるかもしれないけど、うん、まあほぼ多分手玉は残らない、うん、で P このカオナーガードの裏にかなり作られてるんで、この黄色はいい位置に残せないってことで、相手の石を1個減らしたらおそらく日本はこの黄色取って普通に3点取られるんで、まあ、ほぼ3点を諦めるようなショットになってしまうので、まあ、それはなかなかできない、うん、じゃあ続いてガードはありかっていうと、これガードしてもですね、結構ハウスの後ろにあるし、そもそもナンバー2なんで、まあ、いくらうまくガードしても2点は取られるし、なんならソフトウェイト少し緩いテイクアウトでこれ取られちゃったら簡単に4点なんで、やっぱりここガードするっていうような選択肢も取れないってなってくると、もうナンバー1、3をいかにいい位置で持ってまあ、2点で収めるかっていうところがまあポイントになったかなというふうに思います。でドローする場所って
コーナーセンター考えるとセンターは厳しいですよね。うん、ダブルがね、センターに無防備すぎる、もうダブルテイクアウトして後ろ、まあ、もしくはもう後ろ取れなくても2点は確実にやられるっていうことで、まあ、センターにないんで、もう向こうとしては正直この赤の裏でナンバーワンよりも前で内側だけを見せて、こんなような形でこの黄色を取ろうとするとどうしても赤が死んでしまうみたいな、この後ろの赤がですね飛んでってしまうみたいな、そういう場所にドローするしかなかった、っていうことだと思うんです。でこれ相当ピンポイントですし、サードとかでもこれやると思うんですけど、スキップのラスト1投で4点のリスク背負って投げるこの場面って相当厳しいです。難しいですよね。ただまあこのショット通られず、許容範囲ですか、通り、ただこのショット隠す必要はなくて、全然意外と縦の許容範囲は広かったんですよね。そのセンターじゃなくてサイドで、要はフルエイトで、まあワンになれば嬉しいけど2-3でもまだ2点に抑えられる、いう場面だったと思うんですけど、多分本人もそれを分かって投げたと思うんですけど、びっくりするぐらい早かったんですよね。すごくいい指摘いただいたと思います。3を持っているんで必ずしも隠さなくても、そのダブルテイクさえない位置であれば、あの1点で抑えられたんですよね。だからこんなにビタビタじゃなくても、例えば逆にこの辺りでも、相手としてはもう日本側こっちからダブルテイクはこれが邪魔でできない、この黄色をこっちに飛ばせないような角度さえあれば、意外とドローして許容範囲は広かったですけど、その通りさんおっしゃった通り早くてちょっとコントロールできないショットで、ちょっとでも吐くと後ろ抜けちゃいそうだけど、ラインは曲がってきているけどちょっとどうしようっていうような形で、結果的にこっちだかこっちだかの石にチップして、そうこの辺り転がってきて、で向こうもダブルテイクアウトされたらまずいっていうことで、もうチップしちゃったんであればなるべくこれを平行にダブルテイクアウトしないようにっていう、もうそれをするしかないっていう、もう本当に苦しい中で、まあ、これぐらいのシュットが残ったっていうことになったと思います。で日本中がざわざわざわってなってあのダブルテイクあるんじゃねこれと。でもこれってちょっとカホさんにお伺いしたいんですけど、このダブルテイクアウト残されたって簡単ですかね。いやこれも簡単ではなくて、割と薄めに、いや結構熱かったんだと思う。なんか結構平行に近かったよね、コウスケ。ほぼ平行だったと思います。むしろほぼ平行だったよね。3/2半分って言ったんで。あ、そっかそっか。そう。割と、でも距離が近かったからね。距離が決めるかとかで決めたのかしら。そうなんです。で、カーリングのダブルテイクアウトって、この石は、前後のラインで平行にあると、マシンに当てるとそこにとどまっちゃうし、横にずらすと後ろに流れてこれキャッチできないんで、平行に近ければ近いほど難しい、遠ければ遠いほど難しいっていう、そういったところがあるんですけど、この石はかなり平行に近かった、でなるべく、まあ、厚く当てないと2個目に飛んでいかないし、飛んでったとしてもかなり威力が弱まっちゃうんで、これを出し切れないともったいないっていうことがあったんで、実は本当に4点を取ろうと思うと石の当て位置の許容幅としては多分5センチぐらいしかない、まあ、芯食っちゃっても2点とかあるいは3点に近い形になるので問題ないんですけど、本当に4点をねここで取りたいと思うのはそういうような難しいショットなんですけど、結果的にですねこれ2個とも本当に綺麗に必要十分な形で上と当てられて出して4点ってなったっていうことで、ここはですね、非常に大きかったかなと思います。ここはもう決めるしかないってところだったよね。ナイスショットでした。ナイスショット。祈ってました。祈ってたね。ここで取れると大きかったからね。はい。という場面でした。
というわけでね、なんと4点取ったエントをはしょるっていうスーパークロートな解説をしてしまうところだったんですけれどもその月に7300人以上視聴者さんいらっしゃってます、すごいっす、すごいありがとうございます。いや本当にね、本当に、ね、盛り上がりがすごいですね、じゃあそしたらですね、先ほど紹介しかけた6エンド目に移っていきたいと思うんですけれども、コウスケ選手にお伺いしたいんですけれども、この6エンド目って、はい、まあ、ハーフ分けでスコアとしては3点アップっていう、まあ、理想的というかもう理想以上というか、なんというかもう本当に ベストな形でめくってきたとは思うんですけれども、はい、ここのエンドで、まあ、日本が意識しなきゃいけなかったところっていうのは、まあ、どんなところで、このエンドどう望むにあたってまず6エンド目ってどういうところがポイントになったって考えられそうですか、全体の試合の中で。あ、そうですね、まずこの4点取ったとはいえ3点差なので、2点取られると1点差になって後攻の始まりが意外とこう、あ、意外と点差ついてないなっていう風に始まっちゃうので、うん、できれば1点取らせる、あ、1点取らせる、スチールを狙ってたわけじゃないんですと思うんですけど、できれば1点を取らせたいなっていう形だったと思うんですね、うん、あとやっぱり6エンド目っていうとそろそろグースエンドでの方向6、8、10と相手が持ってるっていうのも見えてくるので、うん、どこかでそこも動かしたいなっていう思いはあったと思います、うんうん、そうですよね。なのでこのエンドね、すごい難しかった、うん、スチールできたら一番、まあ、大きいし理想的なんだけれども、うん、アグレッシブにいって2点3点取られるのはあんまり嫌だしっていうことで、しかもハーフ明けで少し氷の状態も気になるっていうこと で、うん、で若干ですね、まあ、コウスケ選手ともラインしながらここ見てたんですけれども、セカンドまでの作りがなかなか怪しいところがあって、あれこれどっち転ぶか分かんねえなっていうようなところで、うん、このエンド気になるねっていう話してたんですけれども、うん、ちなみ選手サードの吉田ちなみ選手が結構いいキットロールを、まあ、向こうがハーフショットになったところで立て続けに決めて、随分ね最終的にスキップにたどり着いたところでは、いい形で、めくってくることができたっていうね、まあ、そういうようなね展開だったのかなっていうふうに思います、うん、でですね、このエンドは、少し簡単にいきたいんですけれども、スキップ藤沢さつき先行ラストの段階でですね、ナンバーワンスリーを持っている状況で、回ってきました。でですね、ここもですね、もう起点を聞かせた狙いでどうにかしのいだっていうところだったと思うんですけれども、うん、A プランはですね、まあ、ここいろんなオプション考えられると思うんです、うん、いろんなオプション考えられるとは思うんですけれども、 A プランはナンバーツーを素直にステイしてナンバーワンスリー残して相手に盤面を渡して1点取らせるっていうのがおそらく A プランだと思うんですけれども、うん、ではここもまたちょっとコウスケ選手に聞きたいと思うんですけど、結果的にこれどうなったのかっていうところ、もうここで説明しようか。これ説明すると、はい、ですね、ごめんね、黄色ワンの、ね、ちょっと緩いテイクアウトを狙ったんですけれども、おそらくです、曲がりが意外と来なくて曲がんなかったと、うん、このままだと赤に自滅して自分外しちゃうと、で自分外すとナンバー 2,3 しか残んなくなるんでまずいんで、この手玉をどこにコントロールするか、でもこの手玉も変な位置に行くと逆にこの 1,2 でまとめてダブルテイクされてしまいやすい、かえっていない方がいいような場所に来てしまうこともあるんで、ここは難しかったんですけど、もう赤にもう自爆しちゃうってことが分かってた時点でもうこのナンバー3を捨てる選択をして、うん、もう生かさないと、このな今投げてるやつがどこに行くのかっていうことだけ考えて、やるっていう、まあ、そういうようなショット選択に切り替えたっていう場面だったのかなっていうふうに思います。でですね、結果的に、場所がどこに行ったかっていうと、このヒットアンドロールがドセンターに決まってですね、で自分の意思なくなっちゃったんですけど、これもね完全にプラン B だと思うんですけれども、うん、これがいい位置にワンツー残せて、かえって相手のフォースアリーナペッツ選手が点数を取るために投げれる場所がないっ
ていうような状況に追い込むことができました、うんうん、これはですね狙ってないショットではないと思うんですけれども、ストーンアクションとしてちょっとラッキーなところはありましたよね、多分、あそこに赤がなかったら、うん、ただ抜けてってたショットになったなと思うので、いやもうその投げた後にその状況を使えるものを全部使って最善のところに持っていったなっていう風な感じがね、トーリ選手この一投どう見ます？このショット、もしスチール狙ってたらそもそも多分テイクじゃなくて自分のショットにフリーズか多分ワンツーにしに行ったと思うんですよね、うんうん、なんですけどこのドロー系のショットでね、うん、そうです、うん、そしたらなんですけどちょっとショートしたらもし足りなかった場合、うん、赤と赤のダブルがあのウェイトでも横に並ぶぐらいなので、うんうん、速いウェイトでいったら多分横に飛んでたと思うんですよね。そうすると3点取られちゃう配置だったので、うんうん、割とセーフティーに行って1点上げようっていう感じだったと思うんです、うん、選択的には、うん、確かにこの赤と赤のこの位置っていうのが若干ダブルテイクアウトで2個まとめて取られなくもないショットである、うん、かといってこのナンバー3だけ守ってもしょうがないっていうことで、あえてドロー系でこの辺りにちょっと一番危なかったのでもうセーフティーに行ったってことですよね、うん、あの3点アップだったからっていうのが大きいと思うんですけれど、うん、ただセーフティーなショットを選んだのにそのやっぱり難しかったと思うんですね、そのソフトウェイトの、うん、多分早かった、うん、これも早くて、うん、スウィーパーのジャッジと、まあ、ハウスにいるちなみさんのね、うん、コール等が行ったりあってこのショットになったんだと思うんですけれど、うんうん、これをこれも結構できるのは素晴らしい、うん、最初3エンド目のラストと同じだね、うん、そうそう、うん、最初からそれもあるなって思ってないとそうそう、あの切り替えはできないから、うん、スイーパーもすぐそのえ何があって思わずにイエスって言われたらイエスだったり、うん、曲げるって言われたら曲げるで反応できるっていうのは全員がもうあそういうプランもあるよねって理解できてるから、うん、もうなんていうかカーリング IQ じゃないけど、うん、カーリングの上手い人たちなんだなって思わせるショットだよね、うんうん、結局あれですよね、うん、ドローしたのと同じぐらいの効果を得たみたいな感じ、うん、なんならダブルなくなった分より良かったんじゃないそうそうね、相手に使われかねないね、石が、うんはい。ありがとうございます。というわけでね、ここのところも、若干狙ってない気味の B プランが来たっていうところで、まあ、すごく、それでもやっぱり、それを成功させるだけの裏付けみたいなところはちゃんとあったよっていうところがね、一つ大事なところだったかなっていうふうに思います。うん、はい。でですね、で6エンド目終わって残り4エンドになってきたところでですね、ちょっと僕1個ツイートしたんですけど、うん、4点差残り4エンド分かってますよね、うん、皆さんということで今のうちに深呼吸してあらゆる条件に備えてくださいみたいなねちょっとね偉そうなツイートしちゃったんですけど、これはですねアメリカ戦でね4点取って楽勝ムードかと思いきや7エンドで4点取られてもうたった1エンドで貯金全部使い果たすっていうことをやらかしたじゃないですか、うん、で、まあ、前回の配信でも阿部慎也さんなんかもお呼びして、まあ、すごく深く話したんですけど、本当に残り4エンドぐらいはクリーンにもいけないし、うん、あかといってエッセンスあるからといってそれでなんかオフェンシブに行き過ぎてリスク取るのもいまいちだしっていうことで本当に若干のジレンマがあって危ないエンドで、うんうん、まあ、もちろん大量失点しないようにはするんですけれども、リズム崩さないようにもしなきゃいけないっていうそういう意識が必要なところで、うん、まあビッグエンド来がちなところだったと、でしたらねツイートのもうリアクションでしたね、もうカーリング沼で心の良しはできてます、うん、はい、アメリカ戦の経験が生きますね、深呼吸して最後まで集中しますっていう人もいるし気づいたら息止めてました、深呼吸して手の震えをこらえますみたいな、マジで呼吸止まりそうになってる人と思って本当にね、あ、危ない危なかったんですけど、うん、そんなようなねエンドもありました、うん、でね結果としてですね、あの3点は取られる、で相当ね向こうもうまくやったんで、うん、若干ねしょうがなかったかなっていうところもあるし、
昨日っていうかアメリカ戦この前の前の試合でですね4点取られてでも冷静に8エンド目で点数取って点数先行してっていう作り方ができたので、うん、3点だったら OK かな8エンド目で1点取れれば2アップで残り2エンドでしょっていうことで、うん、日本の方はいっぱい動揺したとかもしれないですけどもしかしたらもうスーパーカーリングファンはほとんど動揺しなかったかもしれないんですけどあるよねってぐらいで、うんうん、取られたくない点数ではあったけれどもむしろそこから先のプレーの方が大事になってくるなっていうね、うん、そういったような展開だったのかなっていうふうに思います、うん、で8エンド目の展開ってここ1点取ることができたんですけれどもここ通りさんにお伺いしたいんですけどここで8エンド目1点抑えられたっていうの本当に大きいと思うんですけどこのあたりどうでしょうか。そうですねやっぱり3点取られたのもあってこの時点で1点差か1点差だった、うん、わけですよね、うんうん、ここでタイにスチールされたらタイ、うん、で1点取るか取られるかでプラスマイナス2点変わる場面で、うん、しっかりちゃんと1点を取るっていうのがすごい大事、うん、実行できたのが大事ですね、うん、本当に1点取られるとタイで残り2エンドでここを持ってっていう形なので本当に1点取らされて2点取られてゲームエンドみたいな形になりかねないので本当にここの1点取る取らないっていうところは大きくて当然スイスもそこが分かってるんで、まあ、かけられるだけのプレッシャーをかけに来るだろうしそんなに簡単ではないんだろうって思うんですけれども結果としてですねその藤澤選手にさほど大きなプレッシャーがかからないで1点を取る選択肢っていうところが巡ってくる形に持っていけて最後ドローで1点を取れたっていう形は本当にエンドの作りとしてまあ2点も、うん、本当はもっと2点欲しかったかもしれないけれどもでも1点ちゃんと取れるエンドに作れたっていうのはここ本当に大きかったかなと思います、うん、この点差っていうかワンアップで8エンド目後攻だったらもう最大のミッションがスチールされないっていう、まあ、ちょっとネガティブな言い方ですけど、うん、絶対自分たちが点数取るっていうのがもうこれが大事なことだったんでもうその1点でも取れたっていうので、うん、もう一気にこの勝率っていうかその残りエンド数計算しても勝率がもうグッと上がってますよねここで、うんうんうん、本当にもうフィニッシュまでの川山陽っていうか目測が立ってくるぐらい、ねうん、常の段階に入れるそういったようないい点数になってくると思います、うんうん、でですねもうキーエンドはここかなと思っていて9エンド目で、うん、2点アップで先行だけれども残り2エンドしかないっていう状況でもう点数をね1点でも2点でも取らせたらもう後攻であの同点もしくはアップした状態でもう10エンド目を迎えられるっていうことでここは本当に失点を1もしくは2に抑えたい、まあ、もしくは相手がブランクするしかないぐらいの状況に追い込みたいっていうエンドで実はですね途中までめちゃめちゃいい形というか割と日本優勢な形結構プレッシャーかける形になったんです。ただここでジレンマだったのがなまじ日本の意思が良かったがためにもうクリーンに行くのか割とセンターを埋めてもうハウス狭めて一致点数取るのかっていうようなところの選択の中でもう若干もうハウス狭くしてセンターを埋めてってプレッシャーかけていく方にでもう勝負リスク取る方に行くかなっていうようなところにサードあたりで切り替えたと思うんですけど、うん、ちょっとコウスケ選手に聞きたいなと思うんですけどこのエンドってやっぱサードリードセカンドは若干の様子見だったけど、うん、しなみ選手の1投目かなこの最初のねここの赤のところでセンターガードに行ったんだけどこの辺りでやっぱギアとしてはもうクリーンじゃなくて割ともうセンター閉じてってで相手に石使わせてなるべく、うん、あのテイクアウトじゃなくてもう閉じてって最初失点を抑えるっていう風に振ってたよねプランをね。そうですねそこでもう切り替えてかなり形がセンターにこうギュッと集まってますしこのセンターライン上に、う
でどちらかというとチャンス、ナンバーワンも割と強い位置にある、ガードさえしっかり置けていればむしろ取らせる、1点取らせることができるんじゃないかなっていうエンドだったので、うん、ここでガードでしっかりと守っていきたいなっていう切り替えのタイミングでしたね、うんうん、これガードじゃなくてさ、うん、なかなかヒットするとやっぱり自分の赤がせっかくいい位置に持ってんのに殺しちゃうことになるし、かといって前もヒットしても相手にワンツースリー持たれる可能性があったし、もうある意味逆に言うと向こうが上手かったのかもしれないんだけれども、もうあえてなんかちょっと中途半端な守りにね行かざるを得ない、で向こうにしても勝負だよね、ここの赤の石を触らないでねここまで来たわけだからですね、まあ、そのあたり、うん、でですね、この次のトリンゾーニ選手のねショットがですね本当にねこの試合の中のある意味一番難しかったショットなんじゃないかっていうか、決められた方としてはえっていう感じだったと思うんですけれども、これも相手中触りに切ったんですね、もう前から切ってても間に合わないんで、うんうん、でこれで行きましたと、あこの時はこれがなかったのか、行きましたとこれで行って、まずこれはハウスにギリギリ入らないんですけど布石でなんか残る、でこれ飛びます、うん、でこれがなくなってこれを赤押して忙しい、で赤がまあいなくなってっていうことで急遽ナンバーワンツー取られて、さらにこの自分のスリーの石なんてもうほぼバックガードにしかなってこないんで、もしかしたら後で邪魔になってするかもしれないということで、なんかもう結構いい位置にナンバーワンツーが持たれた状態になっちゃったぜっていうところで、かつねこの赤ので黄色の石出そうと思うと若干後ろのキャッチャーが気になってしまってっていう位置で、やや絶妙な位置になんか残っちゃって、おおこれ決めてくるかっていう形でエンドの形成一投でひっくり返された、そんなショットでしたよね、うん、これ決められた側って若干の焦りってありますかね、やっぱ見てて、うんね、やっぱり若干動揺すると思うんですね、これ口入れで押せ押せでもうこの球で決めちゃおうかなって思ってたぐらいのところで全くそういう展開じゃなくなったんで、うん、でも、うん、その後展開的に取らせて2点取らせても OK かなっていう展開だったんで、うん、まあ、1個しっかり弾き出せればいいかなっていう展開でもありましたよね、うん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 、確かに、うん、点差がしっかり、ね、シューターが入ってたらさらにもう完璧な形でしたよね、確かに、うん、確かに、もうこれ、あこれ入ってなくてよかったっていう、これがね、これが入ってなくてよかったっていうね、左側、うんうんうん、今ちょっとぐるぐるってやってるこれが入ってた、うん、なかったんでまだまだ良かったけどっていう、ここまではここまではやっぱりそれまではこのセンターのなるべく狭い範囲で相手に得点を、まあ、最小得点に抑えようっていうところから一気にハウスを広く使われてしまう展開に一気に切り替わったので、これはもう石を減らしていくのか、こうワンツーなりワンスリーなりをキープしていくのか、その得点の抑え方がガラッと方針が変わる場面ではありますよね、はい、でですね、もう、まあ、ワンツー持たれてるけど逆にしっかり1投で1個ずつ出していく展開にしていけば2点で抑えられるので悪くないということで、まあ、吉田知那美選手のショットからは当然テイクアウトに行くんですけれども、これがですね、この黄色のこっち側に当てるとですね、左側に当てると赤に飛んでってしまう可能性があるので、ダブルテイクを狙うんであればこのカードをなるべくギリギリにかわして若干ですけれどもトップの石の内側を捉えたい、で手玉をなるべく真ん中に寄せて残して、まあ、黄色を後ろに流していくっていうことで、この赤石へのジャムを気にするあまりにかなり内側をタイトに狙わなきゃいけないっていう意識があったと、うん、でそんな中で、何が起きたのかっていうとですね、若干氷の不安定なところに捕まったのか、あるいはちょっとリリースのね、うん、あのニュアンスが少しふんわりやってしまったのか分かんないんですけれども、ここでですね前に引っ掛けるっていうようなことが起きました。
で前に引っ掛けること自体は、まあ、0点じゃないんですね。あのテイクアウトしやすくなるんで、うん、後で、うんうん、真ん中開くんでね。なんですけれどもこれはですねちょっとスーパーアンラッキーだと思うんですけれども、うん、このサイドのさっき使った石を中に押し込むっていう感じで、うん、もう日本中がざわざわしたっていうか、このここの9エンドの土壇場でアンラッキー来ちゃうかっていうところがあったと思うんですね、うんうん、チップした瞬間にやばいって言ってましたもん。やばいって言ってたよね。ユミちゃんも言ったけど選手も言ってたっていう、やばいやばいって言ってたね、うん、そう、これがねこの中途半端になると一番危ないパターンだったって振り返ればってことで、もう前に当たんだったらがっつりはっきりに割っちゃった方が良かった、うん、だけど中途半端に手玉が後ろに流れるようにしちゃうってサイドに押し込むリスクっていうところまで、なかなか見切れない、確率めちゃ低いんで、ここはねちょっと捕まっちゃったっていうことですね。これはふーって日本中これ4点あるじゃんっていう。でもここから先の2投しか残ってないんで、藤澤五月選手でダブルが1投決まれば3点に抑えられる、2投決まれば2点に抑えられるっていう、もう本当にダブルテイク何個決めるか勝負になってしまいました、うんうん、で向こうがねサードのトリンゾーニ選手の1投目で、もうここはね若干セーフティーな判断だったと思うんですけれども、もうねあえて赤のストーン早めに出しに行きます。あんまりごちゃごちゃドローでやってると、せっかくねもらったナンバー4の石がアウトカウントされてしまう可能性があるので、うん、もうこの赤の石っていうのをなくすって、でもこの押し込んでしまったミスを顕在化させるというか、もう本当にやばかったんだよっていうのを相手に思い知らせるようなね、ナンバー1、2、3、4の並びでプレッシャーをかけていきます。でここでですね、藤澤五月選手がもはやダブルテイクアウトをするしかないっていう状況に追い込まれるんですけど、うん、これがですね本当に素晴らしくて、当ててで出してしかも出すだけじゃないんですね、はい、手玉はナンバーワンにする、うん、で後ろは若干こう散ってハスから出し切れなくはあったんですけれど もうこの手玉の位置が良すぎて、うん、本当に相手これを出そうと思ったら結構難しいし、ちょっとでも内側に当てるとね、せっかくのこのナンバー2ストーンを殺してしまうことになるんで、相当相手にプレッシャーがかかるっていうことで、うん、この場面ダブルテイクアウトしてさらにこの赤を相当プレッシャーの位置に残したっていうのは、これアンナ選手めちゃめちゃでかいですよね。もうこれはダブルテイクアウトしただけでも、もう1投で2投分の役割だったのに、さらにロールとなったらもう3投分の役割をこの1投にして、うん、することができたので、もうそれこそもう4点パターンだったところから一気にこう2点取られるか、もしくはまあ相手に1点フォースさせられるかっていうところまで、もうひっくり返りましたね、このエンドがいきなり、うんうんうんね、で私もこれ見ててもうほとんどこのナンバー2の石死んでるんじゃないかと、内側取っても、うん、もうこの赤だけテイクするなんてできないんじゃないかと思ってるんで、これ本当完璧だと思ったんですけど、うんうん、次の一投でねアリナ・ペッツ選手もねスーパーショット、簡単そうに見えるんですけど、この赤だけ出すってめちゃめちゃ難しくて、うん、なるべく扱ってないとこの横の黄色が外に死んで飛んでいっちゃったんで、ここをですね本当にギリギリ通して並べる、うん、でこれ出すワンツースリーとっていうところで、スーパープレッシャーショットだったと思うんですけど、ポニシンでもこれ完璧に決めていきます、うん、でですね再びのダブルテイクアウトチャレンジで行くんですけれども、さっきから言ってるんですけど、これ平行にある石って難しいんです、取るのがめちゃめちゃ分厚く当てなきゃいけないんで、でこの石に関してはなんなら当てた石の方が後ろにあるぐらいの具合だったと思うんですけど、これでもう藤澤五月選手がもうかなり速いウェイトで狙うと、もう絶対正確に当てないとダブルにならないと、芯だったら3点取られるっていう場面で当てます、横に流れます、黄色もギリギリ出ます、しかも赤半分隠れてます、
ていうことで、これは本当にさっちゃんマジさっちゃんっていうツイートとか、さっちゃんみたいなチームプレーですけれども、ここは本当に決めるしかなかったよね。いやもう2投連続一石三鳥ショットを決めてくれた、はい、パブル2連続2回目だからね、これで、うん、2度目のダブルダブルと、うん、ダブルダブルで2点4点取って、うん、このダブルからダブルで、うん、まあ、4点を防いだみたいな感じだもんね、うんうん、これ本当にね、あれですよね、うん、このショットもそうですけど、サードのチリンゾーニ選手の後ろの石をヒットしに行った時もう、うん、多分本当は狙ってた位置じゃなくてちょっとこう曲がりすぎちゃったんですね、あれ多分、うん、で、あれもうちょっとだけ薄く当たってたら藤沢さんのあれ4つ飛んでましたよね、うんうんうん、これ4つ飛ぶアングルあるなって思って、うん、わ惜しい、わでもすごいめっちゃ綺麗に隠れた、うん、みたいな感じ、うん、だと思うんですよ。で、この確かにこの場面もあのアリーナの1投目が、うん、もうちょっとだけロールスイーパー入ってたら、うん、あれダブルなかったじゃないですか、なかった、なんかちょっとの甘さとさつきちゃんのスーパーショットで、うん、こうなったって感じが、うん、ね、そうだよね、もうちょっと薄く当てられたよね、ほ、うん、んのちょっと、うんうん、ね、あとこれぐらい後ろに引っ張ってれば、うん、多分飛ばなかったから、うん、そうだよね、確かに赤が後ろ抜けちゃったから多分オープンドローで2だったと思う、うんうんうん、常に最初 の、うん、あの結果的になった配置ですらダブル悩んでたぐらいだったもんね、そう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 、うん、あるかな、確かに、ずっと、うん、うん、ここがですね本当に薄く当てるとこの黄色に触っちゃうんで、なるべく厚く当てるとこ狙ったんですけど、うん、もうこの後ろが抜けるとなった段階でこの黄色をダブルス、この石に絡ませないようになるべくいかに後ろに下げるかっていうところがポイントだったところが、うん、もしかしたら若干のスイープの甘さがあって、あとほんの 2,3 センチ奥に行ってたらもうダブル厳しかったかもしれないくらいのところだ、うん、出しきれなかったかもしれないんだけれども、うん、ここの 2,3 センチのところの差があったから藤沢さんに本当にギリギリのダブルを許してしまって、うん、で結果的にですね最後どうなったかっていうと、まあ、向こうね2点のチャンスはあったんですけれども、若干この当たりが薄くてこのハウスの石が本当にバックライン越えないけどハウスは出るぐらいの超ギリギリのところで出てしまって2点が取れなかったっていうことで、本当にちょっとちょっとのところがスイスが詰め切れなかった、でも日本が完璧にもうやったっていうことで大きな大きな1点フォースが結果的になったかなっていう、そういうエンドでした、うん、相手のラストショットまでよく当たったなぐらいの、本当に当てるコースあるかなぐらいしっかりさっちゃんの石が隠れてたので、うん、あれでもやっぱり点差的には狙うしかなかったから狙いに行ったんですけど、うんうん、まあ、当たっただけですごいって思っちゃいました、私は、うん、ね、ね、2点取れなかった、うん、よく1点取ったなっていうショットで、ね、本当に、うん、2点取れなくてめっちゃ悔しがってたけどね、うん、あとちょっとだったからね、うん、でも本当にここの最後の 1.8 メートルをちなみ選手から猛スイープして、ここハウスかかるかかんないが準決勝いけるいけないのここの差じゃないですか、本当に、うん、だからここをね猛スイープで出し切ってすごいなって思いました、小学生みたいな感じなんですごいなって思いました、はい、すごいエンドでした、すごいエンドでしたということでですね、もうエンドの振り返りっていうことではもう最後なってくるんですけれども、もう10エンド目はですね1点アップ後攻っていうすごい非常に理想的な形、もう勝ちパターンになってるところで、はい、もう最後ねもういかに前をクリーンにしていくかっていうところなんですけど、フリーガードゾーンルールというルールがあってですね、相手のリードの1投目はテイクアウトで、はい、あこのプレーエリアから外に出せないっ
ていう制約があります。だけどもやっぱり日本最後にドローで点取る、あるいはヒットで点を取りたいんで前は開けていきたいっていうことで、今日の世界のカーリングではウィックっていうショットがもうほぼほぼリードの必要スキルになっていてですね、ウィックっていうのはこのガードをずらすんだけれども、手玉は残し、あ、まあ、なるべく外に外して相手の石をフリーガードとしてセンターとしてもうほぼ効かない位置にサイドに寄せて、まあ、実質無効化するっていうような、まあ、技なんですけど、これをですね吉田夕梨花選手が完璧に2投決めて、特に1投目は結構曲がってきちゃってて、結構黄色にがっつり当たっちゃって、あ、これこのまま出るかもしれないなっていう形で、この黄色が当たった後にトゥーッといって、相手チームが必死に入ったらサイドボードから5センチぐらいのところでピタッと止まっちゃって、結果的には、まあ、若干ラッキーでもあるんですけれども、あの完璧にウィックが決まるっていうところがあって、でそれで2投目もさらにそれ以上に完璧に決めてってっていうところがあって、本当に 99% ショット率の妄想しさで、もうほぼほぼリード終わった時点でスイスの勝ちの目っていうのがかなり薄い状態にまで持ってきたっていうのが本当にすごかったなって思います。ユリカタイム来ましたね。来ました、ね、うん、声来て、はい、ユリカタイムの詳細はですね、カーリング沼の YouTube 配信アーカイブでリード特集の回がありますので、ね、その回見ていただくと、はい、あのリードのことをねたっぷり1時間半ぐらい語ってるんで、アーカイブをねぜひね見ていただきたいなというふうに思います、ね、お願いします。はい、ということでですね、10エンド目のラストをなぜか見ずに終わるっていうね、そういうクロートっぽい形でね、行くんですけれども、はい、だんだん配信時間もね、終わりに近づいてきたんで、はい、とにかくそんな感じでよかったなと。で、カーリング沼に聞いてみようっていう形でいろんなツイートをいただいてます。前回配信で紹介したんですけど、あと私が晩ご飯にカツ丼したのが良かったと思いますがいかがでしょうかっていうことでUSA 戦の、ね、前でね、カツ丼をみんなで、ね、食ったでって、食った食べた人がいて、で安倍晋也さんなんか間違いないんでこれは勝因だわって言って、結構昨日タイムラインでが若干カーリング沼のカツ丼写真でにぎわってましたすごいですねいいですね、スイス戦の勝利を祈願して、うん、お昼はカツ丼弁当にしましたとか、うん、カーリング沼情報により今夜はカツ丼って言ってカツ丼作ってる人だとか、あるいはお昼にカツ丼ではなくとんかつを食べたことをここに自白いたします、これも原価付けになりかつなかねっていうなぜかお伺いまで来てですね、結果的にスイスにめちゃめちゃちゃんと勝ったんで、おそらくねカツ丼じゃなくてもね、あのカツでもねチキンカツでもカツ丼でもソースカツ丼でもね何でもいいんだと思うんですけど、はい、僕も昨日の昼と昨日の夜は両方ともカツ丼にしました。素晴らしい、はい、アメリカでどうやって作ったんですか？もう日本食スーパーのところのフードコートでカツ丼食べて、あとカツ丼のテイクアウトの弁当もあって、健康診断前やばいですね、カツ丼。健康診断後、直後にやりました、はい、まず行ったからね、カツ丼の胃袋になってたんでしょうね、はい、そうそうそうはい、というわけでですね、残り時間本当に少なくなってきたんで、振り返り、もう推薦はこれで終わりでですね、残りのシート、これ世界連盟さんからの、画像を借りてるんですけれども、残り1シートは3位通過のイギリス対2位通過のスウェーデンがありました。これはですね、オリンピック史上最もハイスコアな試合だったらしいです。11対12っていう形で、そうなんだ、4点のエンドが2回、3点のエンドが2回、2点のエンドも2回あったっていう、もうわけわかんないシーソーゲームで、結果的に1エンド目4点取ったスウェーデンが、10エンド目入るときには3点ダウンでやられていて、でも10エンド目で3点取り返して同点について、エキストラでグレートブリテンが勝つっていう、イギリスがですね、勝つっていうめちゃめちゃ熱い試合がありました、日本戦もね熱かったですけど、本当にとんでもない試合で、メンズプレーオフっていう形で、準決勝カナダ対
アメリカ対、イギリスはイギリスが勝って決勝に行ってました、うん、スウェーデン対カナダは本当に接戦だったんですけれども、スウェーデンが上がっていて、まあ、かなりねこの準決勝が終わった後にねカナダのブラトクシュー選手が流した涙なんかもね本当に印象的だったかなと思って見ている方かと思うんですけど、結果的にですね、ブロンズメダルはカナダが、取りまして、あのブラトクシュー選手の前評判通り、まあ、カナダにも8年ぶりのメダルを持って帰るっていうことで、本当にカナダ中の期待がかかってたところでね大きなものを成し遂げたなっていう思います、うん、で先ほどイギリス対スウェーデン戦も放送の直前までやっていて、もう後方にいるメンバー全員見てたと思うんですけれども、うん、もうカーリング史に残る宇宙レベルの試合が繰り広げられていて、エキストラエンドまで落ち込んで10エンド目も本当にあと数ミリずれていたらイギリスが2点取って終わりだったっていうような試合だったんですけど、うん、スキップのニクラス・エイリン選手スウェーデンが決め切って後攻を持ったまま、最終エンドに行きました、うん、最終エンドもスキップの攻防までもつれ込んだんですけれども、うん、イギリスの選手のショットがわずかなミスになって、最終投を投げることなくイギリスが5対4で勝った、あ間違えた、スウェーデンが5対4で勝ったっていうのが、うん、結果になって、これもね、皆さんご覧になっていた方もいらっしゃいます、いつかねビデオで、ね、見る機会があったら本当に男子レベル のカーリングのレベルの、ね、高さをねもういかんなく感じることができる異次元の戦いだったんで、こちらもぜひね注目していただきたいなというふうに思います、うん、はい、はい、でですねもう残り少ないんで残りはサクサクっていきます、はい、CCIC シナモンカーリングインフォメーションセンターいきます。ですね、写真いろいろ送られてきていてですね、これは前に紹介した写真なんですけど、チームを支える人たちっていうことでね少しね特集したいと思います。まずはですね小野寺良治コーチ、本当に日本代表を、まあ、もちろん日本選手権とかそのレギュラーシーズンから支える、まあ、コーチで、まあ、ここにいらっしゃるフォルティーズの小野寺果歩さんのねお父さんでもいらっしゃるんですけれども、今大会もねピョンチャンで、ピョンチャンじゃない北京で、日本代表チームをね支えてくれています。でタイムアウト取った時にね、降りてくるのは、まあ、JD リンドコーチだったりするんで、なかなかねテレビでお目にかかる機会ないかなっていうふうに思うんですけれども、うん、もう本当にいろんな精神的に支えて、で必要であればこういった形でねもう体のメンテナンスもうマッサージとかしても体はね選手がボロボロになってくるんで、もう本当にねもう良治さんに限らず他のねサポートメンバーなんかもね見えないところでチーム支えていてっていうね、うん、そこのところでねテレビに映ってないところでのねチームジャパンっていうところがね本当に大きいっていうところです。でフィフスのね石崎琴美選手どういう役割を果たしているのかっていうところに関してはね、あの過去のアーカイブでフィフス会なんかも紹介してるのでね、まあ、そういったところを見ていただけるといいかなと思います、うん、で、まあ、もう一個ビンドゥンドゥンゲットした写真が送られてきてですね、めちゃ笑顔なんでね、まあ、北京をね楽しみつつのね、うん、このねビンドゥンドゥンゲットも結構なかなか楽しい、うん、でメダル取るとねなんか金色の月桂樹に囲まれたビンドゥンドゥンも渡されるんでね、うん、もう銀メダル以上確定してるんでね、あの並ばないと買わなかったらいけない買ったやつが浮いてくるってことですよね。浮いてくるってことだね。そういうことですよね。浮いてくるね、うん、ということはどこに来るのかいやいや応募してみようかなでですね最後一枚写真になるんですけど、これがね本当にちなみちゃんから送られてきた瞬間にちょっと涙出そうになった写真なんですけど、うん、あダメだもんこれ、まだ見てない、あすごい、おじいさんの関係でまだない、泣いてるじゃん、さつきちゃんの手にねメッセージ書いてあったの、自分で書いたのかと思ったんだけど、うん、リンドコーチが書いてくれてたみたいで、うん、はいはいはい、入党してくれ。どの時でしょうね、 B さつきかな、 B さつきじゃないです、多分準決勝前、準決勝前、うん、あじゃあ B さつきだね、 JD が書いたって言ったね、うん、うんうん、
からのさっちゃん、マジさっちゃんでしょ。あ、そう、今思ったね、素晴らしい。すごい、うん、JD がさっちゃんをさっちゃんに伝えたみたいなね。うん、だから、うんうん、本当にね、JD も普段喋ってるところ、まあ、コーチの時には分かるけどさ、なかなかね、別にメディアに出てきたりする形じゃないんだけどさ、うん、本当に作戦だけじゃなくて、こういった形でね、チーム支えてるんだなっていうことが本当に分かって、うん、すごくいい写真だなって思いました。うん、はい、すごい大きな力になったでしょうね、これは。うん、そうです、うんうん、そう思います。うん、はい、ということでですね、最後残り5分間で決勝イギリス予習っていうことで振り返っていくんですけれども、はい、イギリス5分ですか。5分、ごめん。はいはいはい、時間ないな、はい、世界ランキング的には本当に5分、もうイクミアヘッド選手、ヨーロッパ選手権も優勝してて、もうすごく実力があるチームです、うん、でイギリス戦、まあ、予選で当たってるんでね、ラインナップはイブ・ミュアヘッド選手率いる、ただしピョンチャンとは全然違うメンバーでっていう形でした。でピョンチャンの時でね、まあ、皆さん思い出されるかと思うんですけれども、うん、3位決定戦っていう舞台で当たって、最後の一投でイブ・ミュアヘッド選手のショットが決めきれずに、うん、日本に、まあ、銅メダルが転がり込んできたっていうような、ナンバーワンは日本だみたいな形でなったところがあったと思うんですけど、うん、まあ、そのチームとの、リマッチっていうところが、うん、決勝っていうね舞台で、果たされるっていうところで、予選ではね、うん、当たってるんですけれども、本当にオリンピックの最後あの瞬間でね、イブ・ミュアヘッド選手の時が止まってたようなところもね若干あると思うんで、本当に最高の舞台でねリマッチがなされるっていうのは本当に感慨深い、ちょっとした、ね、運命感じます、うん、そうですね、うん、ヘッドトゥヘッドの、対戦成績を見ているんですけれども、これが、ピョン北京に入る前の、対戦成績で、ね、すごく対戦してるんですけれども、まあ、11勝12敗っていう形で、うん、まあ、今11勝13敗っていう形になってるんですけれども、基本的に、五分、実力的にはどっちが勝ってもおかしくない、うん、ただ直近2回は世界最終予選、北京の予選リーグで両方ともイブ・ミュアヘッド選手が勝ってるんで、直近2回では負けてるんですけど、もうあんまりそういうのって関係ないなっていうのがスイス戦でよく分かったと思って、うんで、もう本当に決勝で何出すかそれだけだと思います。で予選リーグの最後スコア当たった時10対4で負けてるんですけど、このね試合はですね、実際は1エンド目の入りで失敗して3点取られて、で、うん、もう3エンド目終わった時点で 6-1 だったんで、もう残りのパフォーマンスですね、正直この点差に引っ張られて、まあ、あんまり参考にならないというか、その難しいショットで追いかける、うん、で向こうは比較的簡単なテイクアウトショットを連続してっていう形で、もうちょっと追いつく目があんまり見えなかったっていうショットなんで、うん、スイス戦と同じように先行から始まるんですけれども、やっぱりリードの意思からしっかり作っていって、なるべく早いエンドでフォース後攻に1点を強いるっていうことができると、まあ、スイス戦と同じようにまた勝負が分からなくなってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます、うん、ということでコアナ選手にお伺いしたいんですけれども、イギリス戦どんなところが、もうめっちゃ僕喋っちゃったんでそれに付け加えることがあればっていうことなんですけど、イギリス戦どんなところがポイントになるっていうふうに見えますかね。ポイントはそうですね、なんか準決勝ちょっと前半はスコアしか見てないんですけど、普通スウェーデン相手4点取られたら割と絶望するんですよ、あのチームスウェーデンに4点取られたら、うん、ここを3点取って盛り返してっていうのは相当集中力も高いと思いますし、うん、あの諦めない、本当に諦めないで戦ってたんだなっていうのがよくわかるので、うん、まあ、どういう展開になるか明日の日本対イギリス戦は分からないですけれども、もうドキドキしてますそうだね、本当にね、イブ・ミュアヘッド選手準決勝の大舞台であのハッセルバーグ率いるスウェーデンに4点ビハインドから結局勝つっていう弾力というか力持ってるんで、要するに4点
リードしてても安心できないというか、うんうん、なんならスウェーデンで4点なら日本何点持ってればいいのっていう形で、うん、もう本当にセーフティーリードなんてまるでないっていう試合になる、うんうん、もう皆さんちゃんと息してくださいねっていうような形になる。止まりそう。だけどアンナさんにちょっとお伺いしたいのが、逆に、はい、イギリスから見たら日本チームってどういう風に見えてると思いますか？あ、もう日本のこうノリノリな感じ、もうこの準決勝に上がれなかったと思ったら実は上がれて、そっから準決勝勝ち上がってって、もう斜め上に行ってる日本のイメージしかないと思うんですよね。でそんな時のこの日本代表のこの雰囲気がさらに良くなる感じとかも絶対知ってるから、すごくこう手強い相手だと思って結構怖いんじゃないかなと思いますけど、まあ、それでもやっぱりミュアヘッド選手はもう何年も 何年もずっとこのオリンピックに挑戦してきてますし、そのこのね、あと1回勝てばっていうところへの強い思いはすごい出してくると思います、うんうん、もうね本当に4年間ね、それぞれ、まあ、ミュアヘッド選手、藤澤五月選手のね、それぞれのチームで積み重ねてきてね、うん、スコットランドなんですけど、普段はイギリスではなくて、スコットランドはね、本当に選抜で何人か選手を集めて、まあ、紅白チームみたいな形で競わせたりしながら、最終的にこの、これ選ばれて、このメンバーになってるっていう、ある意味日本よりも精神的にはきつい中を、国内のね、代表を掴むっていうところのきつさっていうのがある中で、この4人がオリンピックに来ていて、でこの決勝まで来てるっていうことで、やっぱり並々ならぬものを背負ってね来ていると思うんです、うんうん、なのでここのところは非常にもう本当にすごい決勝戦になるんだなっていうふうに思ってます、うん、で日本代表の次戦っていうところはですね、決勝戦しか残ってません。逆にもう本当によくここまで残ってるなって思います、うん、20日明日ですね、もう朝10時5分からイギリス戦ありますので、まあ、ぜひテレビの前で応援していただけたらなっていうふうに思います、はい、でですね、カーリング沼へようこその次回予告はないんです。本当にもう予定している回も終わってますし今回もいやむしろ なんだかっていうと、本当に皆さんからご要望いただいて、やっぱりここまで来てやるしかねえなっていうことで、うん、こんだけね豪華ゲスト集まっていただいてね、緊急でもう集まって配信してっていうところになるんですけれども、このカーリング沼の配信ね、本当にたくさんの人に注目してもらってね、まあ、最近はねなんかメディアでも取り上げていただく機会なんかも増えてて、うん、もうカーリングを知ってもらうとかね、発展させていく上でね、すごく大きな足がかりになってるかなっていうふうに思うんでね、うん、ぜひね皆さんもアスリートの方がね引き続きやっていこうよと思っていただけるんであればね、何らかの形でね続けていきたいと思いますし、なんか次に放送予定を組むときにはね、なんか告知したいなと思うんです、告知したいなと思うんですよ、はい、なんかの方法で、うん、でも僕がここで喋ってても告知にならないじゃないですか、うん、どうしたらいいんだろう、どうしたら告知できるんだろう、使ってないねまだ、うんうん、どうしたらいいんでしたっけ、かほさん。そんな時はですね、そんな時は日本カーリング協会のツイッター、インスタグラム、フェイスブックをフォローですよ、フォローしていただければその情報入ってきます。おお、ああそっか、知らなかったです。本当ですか、ありがとうございます、はい、というわけで日本カーリング協会、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックでですね、競技の告知もそうですし、イベントの告知もそうですし、さらにはね、こういった配信企画のような、ものもね、発信していきたいと思いますので、ぜひぜひフォローしていただいてね、で継続していただきたいですし、さらにはですね、その1個下、アンナさん、読んでいただけますか。はい、この動画、いいねと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、
ちょっと最後にね、時計回りでアンナさんから話を振っていくんで、今のうちで考えておいてください。ですね。はい、最後、ハッシュタグカーリング沼っていうことでですね、ハッシュタグ使ったコミュニケーションをね、促しております、日本カーリング協会としては。このね、ファンが集まって、選手が集まって、本当にどっぷりカーリングにハマっている状態でね、カーリング沼っていうと思うんですけれども、なんかね、カーリングで面白いなと思ったことがあったりとかしたら、ハッシュタグカーリング沼って言ってね、ツイートしてもらえると、いろんな人が見てもらえるかなって思いますし、さらにはね、なんか質問があって、カーリングのここは知りたいなっていうような、ここは見てて分かんないなってところがあったら、結構ハッシュタグカーリング沼つけると、例えば、諸角浩介選手みたいなトッププレイヤーですとか、あるいは、他のね、カーリングファンも、ここ見たらこの情報ありますよみたいな感じでね、相互で支え合ったりとかしてると思うんで、ぜひぜひ、引き続きね、オリンピック終わった後も、カーリング沼のハッシュタグね、使ってもらったらいいかなって思います。はい。というわけでね、もう女子の3位決定戦始まってしまってるんで、もうそろそろ終わりで、やっぱり伸びてしまったんですけれども、最後にですね、ゲストの皆さんに一言ずついただきたいなと思います。まず、左上からいきます。大宮アナさんからよろしくお願いいたします。はい、もうついにここまで来ましたね。本当に前の配信でも言ったんですけれど、もう皆さんの信じる力で、もうこれはこうみんなで勝利をつかむしかないかなっていうふうに思っています。なので私も明日はまずはカーリングを楽しんでみることと、あとは最後までいいプレーがこうできることを祈りながら見たいと思います。あと山口さんからもメッセージ、今日いなかった山口さんからもメッセージ来てますんで、どんどん北京にパワーを送ってくださいとのことでしたのでみんなで送りたいと思います。以上です。ありがとうございました。諸角浩介選手お願いします。はい、もちろん僕らカーリング選手関係者も、僕らの代表なんでロコソラーレは、日本代表チーム応援しますし、その他というかもうカーリング興味持ってくださった皆さんが北京にパワーを送ってくれたら、それが選手の力になると思いますので、明日10時5分一緒に応援しましょう。でカーリング一緒に楽しみましょう。ありがとう。はい、小野寺佳穂選手お願いします。まずこの皆さんとこの素晴らしい試合をこう振り返ることができて、改めてまたこう胸が熱くなるんですけど、まだこう最高の舞台がこう最後残っているということで、本当にもう私も一緒にこうプレーしている思いでこう応援していきたいですし、皆さんとこう勝利をこう分かち合いたいなと思うので、みんなで一生懸命応援しましょう。今日はありがとうございました。はい、コアナ選手お願いします。はい、もうここまで来たらあとはもう突っ走るだけだと思うので、本当に日本の私たちみんなの代表が決勝に行ってるっていうことがまだちょっとまだ信じられてない信じられてないんですけれど、明日本当にラジオで冷静にもし喋れるのかも不安ですが俺も不安、気持ちが入りすぎちゃってちょっとまずいかもしれないんですが、まあでもね、大活躍を期待して私たちみんなの代表、日本代表を全力で応援したいと思います。一緒に応援しましょう。はい、本日は本当にたくさんの視聴者の方に来ていただきました。でね、急な呼びかけにもかかわらずね、ゲストのアスリートの皆さんにもね、時にライバルであるね、日本代表の活躍をね、すごく祈ってね、こうやって集まってくれて、本当に本当に良かったなと思います。次回のカーリング沼のライブ配信は未定なんですけれども、まあ、また皆さんからのね、熱いリクエストがあればね、日本カーリング協会も動かざるを得ないと思いますのでね、ぜひぜひ、アカウントフォローしてもらいつつね、なんか、すごくポジティブなメッセージを送ってもらいつつね、でもまず、カーリングをね、みんなで一緒に楽しんでいければなっていうふうに思います。はい。じゃあ、明日の日本代表のね、活躍を祈りながら、今回の配信はね、終わりにしたいと思います。夜遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。ねー。